アフマド・カスラビは著名なイラン人の言語学者、歴史学者、かつ改革者である。イラン、タブリーズのホック・マバード・生まれであり、カスラビはイラン系アゼルバイジャン人である。当初、神学校に入学し、後にイラン立憲革命に参加した。1910年の彗星が、ハレー彗星が再び現れたものであると確認されていたことを知ると、西洋の学問へ転校した。 この出来事の後、彼は進学を学ぶことをやめて、タブリーズのアメリカ記念学校に入学した。それを境にロイモタヘデの言う、真の、反聖職者と彼はなった。彼は、トビリー氏で初めて広い範囲の政治的な考えや、動きを知るようになり、すぐに、様々な文化的なポストで政府から雇われるようになった。多作の作家であるカスラビはシーア派の聖職者と、 中央政府の政策に対して非常に批判的であった。彼の公に対する発信の仕方のおかげで多くの支持者が集まり、同時にレザーシャアの時代から始まる批判も浴びた。アブデルエセン・ティモータ氏は彼の作品の有力な支持者であった一方で、マハミド・アリ・フルギーはカスラビの作品を強く例外視して、ファンハンゲスタンに彼が貢献することと出版を続けることを禁止した。 しかも、彼は宗教に対して、自由主義的な考えを持ち、民主主義の熱烈な支持者であり、ホワット・イズ・ザ・レリジョン・オブ・ザ・ホッチ・スウィズ・ウェア・ハウゼスのような風刺的なパンフレットでそのことを表明したため、多くの指導者の反感を買った。彼の見解は、ル・ホン・ラー・ホメーニーなどの力のある敵を生んだ。カスラビが、革命当初、10代であり、当時、 革命についての最も重要な同時代の承認の権威を十分に示すことができなかったにもかかわらず、立憲革命についての詳細な記述はその後起きた多くの事件の最も重大な情報源のうちの一つとして未だに際立っている。カスラビは古代アゼリー語についてのしっかりとしてはいるが議論を呼ぶような研究を行ったことで知られている。彼は古代アゼリー語は パワラビ語の流れを組むものとして説明した。この発見によって、ロンドン王立アジア協会とアメリカンアカデミーに一員になることができた。古代アゼリー語は、ペルシャ語に密接に関連したものであり、トルコ語は、セルジュークの信仰をもって、初めて流入してきたものと説明し、イランのアゼリー人の真の国語はペルシャ語であり、ゆえに、アーザルバー・イジャーンにおいてはペルシア語による動画が、 行われるべきだと主張した。1927年から1928年にカスラビはサファビット・朝の先祖を解明した研究を3つの論文にまとめた。その中でソフバとアル・ソフアに登場するサファビット・朝の公式な家系図の信憑性を疑問視し、サファビット家を作ったシェイク・ソフィー・アルディンの先祖はイランにもともと住んでいた住民であると強力に主張している。 今日では、歴史家たちの間では、サファビット・朝は、ペルシャのクルド人を流れに組むとする流れが、一般的である。1946年3月11日、イスラムに対する誹謗に対して、カスラビが裁判にかけられていたとき、カスラビと彼の助手の一人であるセイド・マハミド・トギー。ハデド・ポーは、テヘランの公開裁判所で、ナバブ・サファビーというファデイオン。 イイスラームと呼ばれるテロ組織を創設した過激派シーア派の聖職者と仲間の二人にナイフで刺され殺された。同じ組織が1945年の4月初期にテヘランでカスラビを暗殺することに失敗していた。アヤトラ・バージャーディとアヤトラ・ソダーはカスラビの死についてのファトワを刊行した。有名なカスラビの著書一覧。ありがとうございます。